夢は二人でおばあちゃん雑談動画。はい、すずです。今回から、何回もやってはやめてを繰り返しているあの雑談動画をやっていこうかと思います。この動画では基本的にも本当に雑談をメインにしていこうかなと思っています。はい、紹介しておくと YouTube に、同性カップル同性生活の Vlog を上げてます。2歳年上のちいさんと私すずの2人のカップルです。2023年で、8年かになります。前回のね、あの記念日ね、あのお互いすげえ体調が悪くてね、死んでたんですよ。なのでまた改めてなんかお祝いしたいねと話してるんですけど、まあこんな感じで、この2人のね、まあ慣れ初めやら同性カップルのセクマイの話やら、もう本当に関係ない近況報告とか最近のこととか、そういう話をしていけたらなと思ってます。で、ちいさんが毎週火曜日に、リモートになるので、空いた時間で一緒に、撮れたらなと思ってます。まあ、それ以外でも、まあ、休みの日とかにね、ちょっとだから撮れたらなと思ってます。まあ、15分、20分ぐらいの動画にしていけたらなと思ってます。多分結構雑音も入ると思うけど、こんな感じのかなり緩い動画で上げていこうと思ってます。まあ2人のことはお話ししたので、今日はもう本当に軽くかな、1回目簡単に、まあ話していきたいことなんですけど、まあ、さっき言ったみたいにセクマイのこととか、まあ、私が個人的に結構取りたいことっていうのがあって、まあそういうお話もしていきたいんだけど、セクマイのこと、まあそれをテーマを決めて出していこうかなと思ってて、でそのうちは結構雑談で、ちいさんとそれた時に改めてこう、まあ二人の紹介というか馴れ初め話とかそういうのを撮っていこうかなと思ってます。で基本的にはチャンネルの方では二人のお出かけとか旅行の動画を上げてまして、日常生活とかの動画はやっぱそのカメラを置いてその日常を撮らなきゃいけないっていうのがあって、まあ、やらせってわけじゃないんだけど、そのやっぱカメラがあるっていうのを意識して生活をしなきゃいけないから、それを結構持ち込むっていうのにちょっと抵抗があったから、やりにくいっていうのもあったし、お出かけとか旅行に完全に絞ってやったりとかしてます。ただまあおせちとかね、なんか美味しいもの買ったとか、なんか作ったとか、そういうのに関してはたまに撮ったりとか、してる感じですね。でも動画メインの生活にするんじゃなくて、まあ、お互いの生活はお互いの生活で普通にして、撮れる時に撮っていこうって感じで撮ってます。まあ、基本的には、私がもともと動画を撮ってて、そのセクマイとか関係なしにね、そういうの撮ってて、でまあ、こう2人のお出かけとかって旅行の動画っていうのが撮りたくて、でまあ2人で撮り始めてるって感じですね。なのでまあこの雑談動画に関しても私が結構やってみようかなっていうのでやってるので、まあそれに参加してもらえるんだったら、じいさんもね、一緒に話す会ができたらなと思ってます。はい、まああと最近の出来事を今日はちょころっと話して終わろうかなと思います。最近、コロナにかかってね、結構本格的なコロナにかかっちゃって、で2人とも時間差っていうか、まあ2日だったかな、1日だったかちょっと忘れたんだけど、ちょっと日にち差でコロナにかかって、かなり
こう私は熱が出たのか、でちーさんに関してはもうなんかだるいとか、まあ、熱もちょっと出たんだけどすごく動けない感じでほぼ寝てましたね完全に、まあ、土日を挟んでかかったのもあって休みはそんなに取らなくて済んだのか、まあ、5日ぐらいだけど、まあ、ほぼ寝てました本当にもうしんどくてで、後遺症が結構残っててあれから3週間経ったんだけどまだやっぱり喉が良くなかったりとか鼻詰まりが結構続いてますね。なんだろう蓄膿症みたいな感じの鼻の詰まり方とか。で、ちーさんに関してはねまた話したら多分ちーさん話してくれると思うんだけど味を感じないっていう例のあれにかかってて5日間ぐらいかちーさん味ない生活をしてました。本当に私はね3日ぐらいだったかな2日 ?3 日ぐらい無味無臭な日を過ごしてましたね。というちょっと辛い日を過ごして、でこれがですね結構今年の4月ぐらいからハリーポッタースタジオを予約してたんですよ。でわあもうコロナこれ大丈夫かなと思ってたんですけど、まあ3週間空けてなんとか行けました。ハリポタスタジオに行ってきました。その動画も撮ってはいるんですけど、これちょっとね何だろう、今年の5月、私の誕生日にディズニーに行ったんですけど、その時の動画今編集してて、まあ、今月中に上げれればなっていう感じなんですけど、それが終わってから編集するんでちょっと先になるかなって思ってます。はい。で今月はあとディズニーハロウィンかなり伸びちゃった。本当は9月に行きたかったんだけど、これはコロナでとか体調不良とかがあって行けなくて、まあ、ギリギリ行けたらいいなっていうのでギリギリに取ってるチケットがありますが、ディズニーハロウィンにね行けたらなと思ってます。私たちの動画結構ディズニーから始まってるところがあって、まあ、ディズニーの動画あれ全部じゃないんですけど上げてるの、ちょっと顔隠すのがその元データ消しちゃってても顔写ってる動画しかなかったりとかしてたんで、あんまり上げてないんですけど、まあ、あんな感じでディズニー動画をメインに上げてたりします。あとは本当に旅行の動画ですね。そんな感じのがまたちょこちょこ上がると思うんですけど、やっぱ編集私が動画撮って編集したくてやってる感じなんですけどでも遅いんですよめちゃめちゃ編集が。なのでなんかこう毎日更新か2日に1回とか1週間に1回とかなんか定期的に出せるものがないかなっていうので、まあ、雑談動画を結構考えてて、で何回か撮ったりとか上げては消したりとかしてたんですけど、もうあんまりもう凝らずに、こっちの雑談の動画も凝っちゃうと編集が本当に間に合わなくなるので、かなりラフな感じで撮っていこうかなと思ってますので、本当にこのクオリティかなと思いますこんな感じで喋るね動画をまあ撮っていって、これをまあそうですね定期的に上げれればなと思ってます。15分ぐらい20分、今回はちょっと長めになるのかな、まあ、上げていきたいなと思ってるので、よかったらラジオ感覚で聞いていただけたらなと思ってます。はい。15分って言ったけど7分になってるな。オープニング戻った式はこんな感じでいいですかねもうちょっと長い方がいいのかな、なんかちょっと試行錯誤をしながらまあこう撮っていけたらなと思ってます。はい。画角に関してもこんな感じでちょっとラフな感じでやらせてもらおうかなと思います。はい。これ最近発売されたちょっとキモいやつ、これちーさんお揃いで持ってるんでね、ちーさんが出た時にはちょっと登場してもらおうかなと思ってます。可愛くないこれ、これキモいの好きなんだ、キモカワ系が結構好き。どうじゃんね、もういろいろこれもちーさんと話して決めようかな。メインでやれるのは私なので基本的には撮っていくけど、
んな感じでちょっとちょいちょい話していけたらなと思います。まあ、口下手なんでね、その口下手だったりとか、こう話のつながりがすごい分散してしまうところがあるので、そういう部分もね、あの、なんだろう、練習、筋トレじゃないけどトレーニングしていけたらなと思ってます。はい、すずの雑談でした。またちいさんも呼んで話していけたらなと思ってます。それでは今日はこの辺で、バイバイ。これもね、なんか決めれたらいいね、挨拶。はい、それでは今日はこの辺で。